天然すぎるとは第二。性格はのんびりだが、ゴルフは駆け足で登り詰める。話題のプロゴルファー、小祝さくら。ここでは、彼女への愛を込めて、さくらたんと呼びます。今回は、独特の世界観で人気上昇中の、さくらたんの紹介をします。小祝さくら、1998年4月15日生まれ、北海道北広島市出身。血液型、A 型、身長、158cm、体重、58kg、所属、ニトリ。スポンサーは、ダンロップ、デサント、エコージャパン、バセトレンタカー、明治などです。母親の影響で、8歳の頃からゴルフを始める。子供の頃は運動音痴で、スポーツ全般は苦手だったようだが、ゴルフだけは違った。2010年小学生、パブリックアマチュアゴルフ選手権、北海道、青森地区大会優勝。北海道、高等学校ゴルフ選手権大会、小学生の部優勝。北海道、ジュニアゴルフ選手権、11歳以下の部優勝。2011年中学生、日韓アマゴルフ、北海道大会優勝。2012年、明治カップ中学生の部優勝。北海道高等学校ゴルフ選手権優勝。2013年、明治ジュニアカップ優勝。北海道ジュニアゴルフ選手権優勝。中学時代は、数々の大会で、優勝やトップ10入りを果たし、一目置かれる存在となる。高校生になると、地元じゃ負け知らず状態だ。2014年高校生、北海道ジュニアゴルフ選手権優勝。北海道女子アマチュアゴルフ選手権優勝。北海道高等学校ゴルフ選手権新人大会優勝。高等学校ゴルフ選手権春季大会優勝。2015年、リトリレディス42、ローアマチュア。2016年、北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会優勝。北海道女子アマチュアゴルフ選手権優勝。北海道ジュニアゴルフ選手権女子15、17歳の部優勝。さらに、日本ハムレディス8位タイ、ローアマチュアと、アマチュアながら優勝争いに加わり、注目された。2017年7月、初挑戦で、プロテストに合格した。プロ入り2大会目の、NEC 軽井沢72ゴルフトーナメント7位タイと、早速結果を残している。2018年プロ1年目、中京テレビ、ブリヂストンレディスオープン2位タイ、センチュリー21レディスゴルフトーナメント2位タイ、大東健拓、イーヘアネットレディス3位タイ、ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント2位、樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメント2位、安定して好成績を残すものの、あと一歩のところで優勝を逃す。そして2019年、サマーサタバサガールズコレクション、レディーストーナメント優勝。ついに、念願の初優勝を果たす。2020年、日本女子オープンゴルフ選手権2位、ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント優勝、プロ2勝目を挙げる。2021年、さくらたんの怒涛の快進撃が始まる。第34回、ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント優勝、T ポイント、エネオスゴルフトーナメント優勝、富士フイルム、スタジオアリス女子オープン2位、KKT 杯バンテリンレディスオープン2位タイ、39回富士山系レディスクラシック3位タイ、NEC 軽井沢72ゴルフトーナメント優勝、キャットレディース2021優勝、今シーズン5勝と、さくらたんの勢いは止まらない。どこまで記録を伸ばすのか、楽しみです。これまでの生涯獲得賞金は、3億3213万2696円です。2020から21年の獲得賞金は、1億7207万7583円です。なんと、現在、賞金ランキング1位です。今シーズンは、5回優勝しているので、それが大きいですね。さくらたんは、賞金ランキングについては、まだ毎週試合もあるし、あまり気にしていないとのこと。相次ぐ優勝や、その独特のキャラクターで、人気上昇中のさくらたん。インスタグラムのフォロワー数が8万人を超えています。さくらたんはインスタグラムについて、あまりインスタとか好きではなくて、できればやめたいと思っている。スポンサーさんに、広告で、やってほしいと言われてやっていますけど、実際はやりたくない。自分の写真を載せるのが嫌ですと、心の内を話しています。しかし過去に、吉田優里さんの TikTok で、二人で一緒に踊ってる動画が投稿されています。これに関しては、さくらたん自ら、撮ろうというほど、ノリノリだったようです。さらに、同い年で同期の浅井咲さんと、インスタライブを行ったこともあり、誰かとならいいのかもしれません。SNS は、さくらたんの周辺を、チェックする必要があるようです。若い女の子だし、SNS に全く興味ないわけではないのでしょう。いつか吹っ切れて、更新の嵐が来るかもしれませんね。ぜひさくらたんの盛りまくってる自撮りを見たいです。
同じ思いの方は高評価をお願いします。さくらたんのご両親は幼い頃に離婚されており、スナックを経営されていたお母さんが一人で育てられたようです。18歳の時にさくらたんを産んでいます。ゴルフにはとにかくお金がかかりますから余裕がない時期もあったようです。札幌の通信高校に入学したさくらたんは練習場として利用していたゴルフ場でアルバイトを始めました。週に4回ほど朝7時から夕方まで勤務しており、バイト代のうち3万円を家に入れていたという。朝早いのにもかかわらず遅刻は一度もしたことなく、当時から頑張り屋さんだったようです。アルバイトを始めたといっても当時の時給は850円だったようで、決してお金に余裕が生まれるわけではありません。高校生の時出場したプロの大会ではオークションで買った9000円の中古のクラブで出場したとのこと。おっとりしているさくらたんとは対照的で、お母さんはハキハキした元気方です。ゴルフ未経験なので技術的な指導はできないが、気を抜いたプレーに対しては厳しく叱っていたようです。ここまでに二三脚で歩んできました。お母さんの支えがあって今のさくらたんがあるんですね。2021年8月に開催されたキャットレディース2021で首位の稲見萌寧さんと6打の差あったのをひっくり返し逆転優勝をしました。優勝賞金1,080万円、そして副賞でショベルカーをゲットしました。いつ誰が乗るんだと突っ込みたくなる副賞ですが、ここは期待を裏切らないさくらたんです。2週連続の優勝で注目が集まる中、その優勝コメントでも桜節が前回と話題になりました。うちの前の雪かきに使いたいと思っていたんです。雪が多い日とかにコンビニに行くのに使えたらいいと思いました。近所のローソンが駐車場がすごい広くて、だから乗って行っておけるかなと思ったんですと、コメントも絶好調です。しかし公道を走るためには免許が必要になるが、さくらたんは免許を持っていません。シェベルカーでコンビニ行くというロマンを実現するためにまずは免許取得ですね。応援しています。2021年3月に優勝したダイキンオーキッドレディスでは副賞でフィッシングボートをゲットしています。次はヘリコプターでしょうか。さくらたんといえば天然ですよね。ゴルフしてる姿から想像もできないほどの天然発言がたびたび話題になります。それでは天然エピソード15連発いきます。タピオカミルクティーを飲みに行ってタピオカ抜きにする、タピオカ好きだけど黒いのが嫌いという謎の発言を残す、釣り堀に行ったがさくらたんはやらないで見てるだけ。理由は恋が大きくて気持ち悪かったから賞金をたくさん獲得できるようになり、通帳を始めてみた時桁が多くて数えられなかった、生まれ変わったら気になりたい。理由は何もしなくていいからパッティングのヒントをつかもうとダンスツアーを観戦しての感想。自分の打ち方と人の打ち方は違うのでつかめるものはあまりなかったです。2018年のサマーサタバサレディース2日目、注意について聞かれと、そうなんですかと答える。自分の順位は把握しておいて桜田。気温 36.9 度と相当な暑さとなったスタゴルフコースについて、人の住むところじゃないと発言した。確かに住むところではないですね。同じく気温 36.9 度の中好成績を出したプレーについて、眠くなってきましたと発言した。周囲が困惑した顔が頭に浮かびます。自分の記事を見ない理由を聞かれて、自分の顔を見たくないんですよね。好きなところなんて一切ないですからと答える。賞金が3億超えてる人の自己肯定感とは思えないですね。トータルドライビング部門で1位につけていることを聞かれ、どうして1位なのかよくわからなくてと答える。優勝した時ガッツポーズをしなかったことを聞かれ、どういう風にしたらいいんだろうって思ってと答える。ガッツポーズのやり方を勉強しないとですね。優勝会見で今日が一番人生で嬉しい1日ですかと聞かれ、いえ、去年に ETS のライブのチケットがいい席だった時の方が嬉しいですと答える。確かに今となっては ETS でいい席になる方が難しいかもしれないですね。アースモンダミンカップが無観客試合となり、いつも帯同している母がいないことについて聞かれ、リラックスしてできましたと答える。あまりスポーツは得意ではないんですと言いながら、学生時代の休み時間の過ごし方を聞くと、いつも友達と体育館でバスケをしていました。好きな学校の教科は美術だけど絵心がないので絵を描くのは嫌いですと、ちぐはぐな回答が相次ぐ。好きと得意がなかなか噛み合わないですね。優勝会見にて、今日は日曜日っていう感じがしなくて、まだ明日があると思って途中も回っていた。優勝してから最終日って感じがしていました、と発言する。優勝はあくまで通過点ということですね。
ゴルフに対するストイックさと、おっとりした性格のギャップが、すごく魅力的ですよね。今シーズン、賞金女王として駆け抜けてほしいところです。今後もゴルフ、そして持ち前の桜節で、私たちを魅了してください。応援しています。ちなみに、桜タンは、プロレス観戦が好きで、東京ドームに見に行くそうです。趣味もゴルフもパワフルですね。おっとりしているのは、性格だけみたいです。それでは、次回の動画で。